質問はですね、因果の道理についてもう少し詳しく知りたいと。因果の道理というのは一体何ですかと、こういう質問ですね。そのことについてまず知りたければ有意識を知らないといけないんですね。有意識というのは今この世界をですね、どのように見ているか、ね、私が見ているこの世界っていうのは実際の世界ではないんです、ね。実際の世界、ではないっていうのは、どういうことかっていうと、なんていうんですかね、見えてるものだけじゃないんですよ。私の見ている世界っていうのは見えてるものだけじゃなく、見えているものから感じるものがあるんですね。例えば見えてるものだけの世界だったら、隣で人が楽しそうに笑っていたとしたら、ああ笑っているんだなで終わるんです。ところが笑っている姿を見て、ね、私のことをバカにして笑っているんだなって感じたならば、それは見えているもの以外のものを感じているはずなんです。そこからこの人は私のことを無視してきているんだとか、ね、例えばおはようって言ったらこっちを見てパッとね、どっか行っちゃったと、ああっちへ行っちゃったんだなって見るのが普通ね、そのまま見えている世界なんですよ。ところが私のことを見てね、挨拶したのに挨拶の改札にパッと行ってしまった姿を見て、ああ私のことを嫌っているのかな、嫌っているに違いないっていうふうに思ったとしたら、それが有意識の世界なんです。つまり有意識っていうのは自分が見ている世界、ね、見えている世界、これ原識の世界っていうふうに言うんですけど、その見えた世界をどのように感じたか、どのように感じたか、それが自分の有意識の世界なんです。つまり世界をどのように感じたかっていうのは、それは私の有意識がそのように感じさせたんです。わかりますかね。一瞬で感じるんですか。もう一瞬で、その瞬間に感じます。もうすぐパッと、もうなんか、感じる。これはこうだっていうふうに瞬時にも判断、そうそれは最初からそう思ってたから、無視されるんじゃないか、そう、無視されるんじゃないかと思ってたから、その姿を見て、あ、やっぱりそうだと、これ迷惑じゃないか、迷惑じゃないか、あ、迷惑そうだ、あ、やっぱり、そうつまりそれは有意識が初めからそういうふうに見えていたんだけど、私たちは有意識が気づかないんだよね。だから何かが起きるとその有意識のことを重ね合わせて見てるだけなんです。だから無視されたと感じたならば、有意識の世界ではいつも無視されているっていうものを感じているはずなんです。例えばさっきの話で言うと、いや俺は無力だ無力だ無力だと、で思いを通されたと、あ、やっぱりみたいな、そうやっぱり無力なんだと、だから何かをこうまだ思いを通すことによって無力じゃないんだっていうことを示そうとするね。だから心の中で常に感じているもの、これを仏教では念って言うんです。だから有意識の世界、いわゆる何て言うんですかね、自分が感じているもの、ね、有意識の世界でこう感じているものを仏教では念っていうふうに言うんです。だから無視されているのではないかって思ってる人は、無視されているのではないかという念を持っているんです。仲間外れにされるのではないかって思っている人は、仲間外れにされるのではないかという念を持っているんです。責められるのではないかって思っている人は、ね、
いろんな場面によって責められるんじゃないか、責められるんじゃないか、責められてるんじゃないかっていうふうに感じる人は、責められているのではないかという念を持ってるんです。ね。これが有意識の世界。だから念って言ったら、その自分の心の中で思っている世界ってことです。ね。で、これは一体どういうふうに生み出されるかというと、私たちが世界に対して送り出した感情がありますよね。例えば人を責めたり、人を思い通りにしたり、人を騙したり、嘘をついたり、人をのけものにしたりですね、人を無視したりする。そうすると、その自分が世界に対して送り出した感情っていうのはですね、感情を送り出すと、世界に対して発した感情ですね、その感情の一つ一つを全て荒屋敷の中に収めるわけです。だから荒屋敷の中っていうのは、今まで自分が世界に対して発した感情が収まってるわけです。ね。こう収まってる。世界に対して発した感情が。で、大体ですね、私たちは同じことしか考えてません。世界に対して、例えば無視されているって口から言った人は、無視されているっていう種が相当溜まってるんです、ね、で、この荒屋敷に溜まった種っていうのがそのまま有意識に反映されるんです。だから私たちが見えている世界っていうのは、私たちの荒屋敷の中身そのものなんです。私が世界に対して発した感情の総和がですね、総和が、有意識の中に移ります。で、どれぐらい溜まってるんですかって言ったら、そんなに長くないです。だから10年も20年も30年も前のものが荒屋敷の中に溜まってるってことはないですね。そんなにたくさんのものが溜まってるわけじゃなく、なんていうんですかね、ある程度、まあどれぐらいかは分かりませんが、ある程度のものしか溜まってないんです。で、新たなものが入ると前のものが抜けるんです。新たなものが入ると前のものが抜けるんですか、うん、そう、抜ける。今まではなんか本当にもうすごく大河みたいなもんで、はい、本当に人生でちょんだから、はい、もう過去世からの業がいっぱいあるんだぞみたいな感じで思ってたんですけど、はいはい、本当すごい流れで、うん、そうそうそう、入っては消え、入っては消え、入っては消えですから、私が今見えている世界っていうのは、もうここ最近思い続けてきたものが見えます。じゃあもうすぐ帰れるんです。あ、すぐ帰れる。整理とかするとすぐ帰れる。うん、すぐ帰れる。でもそこにやるまでが大変なんだよね。うん、そう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 。だけど、やったらすぐ変わるんです。うん、すぐ変わる。はい。それはまあ何年ぐらいかは分かりませんけど、そんなにたくさんのものは貯められません。だから、100年前のものはもうないです。私たちの中に。1000年前のものもないです。1万年前のものもないです。私の中に。だから私が今受けている運命っていうのは、まさにここ最近思い続けてきたものだ。まあ、ここ1週間、ここ1ヶ月ぐらいのものですよ。でもこの間、この間さっきの話では幼少期に受けたとかいうふうに、うん、幼少期に受けたものが、いわゆるこの入っては、ね、出ていくものと入っていくものが同じならば変わらないじゃないですか、うんうん、だからそれで方向が決まっちゃったり、うん、そう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 、だからルテンリネージだからね、結局10年前だろうが20年前だろうが100年前だろうが同じなわけ。そういうふうに理解するとどう変わるんですか。つまり、私たちが
今有意識の中で見えているものこそ私のあらゆる中で大部分を占めているものなんです。例えば私たちが良い心を起こしてたとえ善を入れたとしてもすぐに消えるんです、ね、たとえ善を入れたとしても善っていうのを留めておくことが私の中ではないわけ、ね、いわゆる阿弥陀仏の種は別ですよ。阿弥陀仏の種は別ですけど、その私たちが善と呼んでいるものはまあちょっと入ってはすぐ抜けるんです、ね、ちょっと入ってはすぐ抜けるんです。つまりこの荒屋敷の中では、多数派を占めるものがどんどん増えてきて少数派を占めるものはどんどん消えていくんです。わかりますかね。だから無視されたっていうのが入ると今まで気持ちよく思っていた綺麗な心もヒュッと抜けるわけ。もう抜けたらもう帰ってこない。帰ってこない。もうまた帰ってくるわけないじゃないですか。でもなんか本当にそれが安定多数を取ってしまうとそっちの方向に心が行っちゃって、うん、どんどん後からそんなのが入ってくる。そうですよ。だから安定多数のものがどんどん占めるようになってくる。だから私の中で見える感情っていうのはそんなに多くないはずなんです。無視されたのけものにされたね、なんていうんですかね、めんどくさい、責められたとか、そういわゆるそういうなんていうんですか、ごく限られた感情で念っていうのは決められてるんです。そういう感情が起きてるはずなんです。たまにねいい心が起きたとしてもそれは入って、まあ、1日ぐらいあったとしてもスーッとこう、ね、消化されてこう逃げ、なんていうか、腹の中にこう流されていくわけです。だから何が言いたいかっていうと善をするよりも今囚われているものを解決させてしまった方がいいわけですよ。隙間が空くからそこで、まあ、この有意識の世界というもののメカニズムが分かると私の世界っていうのは私が今思い続けているものが見えている世界だっていうことが分かる。ところが私たちの持っているがというものがですねその見えている世界が自分なんだけどね、自分っていうのは自分の荒屋敷の中に収まっているものだからまさに自分なんですよ。自分が発してきた感情であり自分自身の姿なんですよ、ね、世界に見えている姿こそ自分の姿なんだけど自分の姿だと思わせない心が我で、いわゆる世界は他だと思ってるわけです、ね、この見えている世界は他、他ですね、我に対して他だと思ってる、自分じゃないと思ってる。だからその世界から受けてきたものを通して誰かが私を責めてきてるんだとかね、誰かが私を無視してきてるんだとかね、誰かが私をのけものにしてきてるんだとかっていうふうに感じる、ね、私のことを迷惑だと感じてるんじゃないかとかね、そういうふうに感じさせるわけです、ね。だから誰かが私のことを迷惑だと感じてるんじゃなくて私が誰かに対して迷惑だと感じてるっていうのがね、誰かに対して面倒くさいと思いながらやってるだけなんです。それがいわゆる世界を通して見せてくれてるんですよ、ね、ところがいわゆる、私の持っているがっていうかマナ式ですかね、マナ式の働きが眼識がそれを自分だと見せないわけですね。この眼識っていうのはガタピシの心と言われてガとタを分ける心なんです。ガとタを分ける、自分と他人を分ける心、これは自分だこれは他人だと、自分じゃない、これは自分だこれは自分じゃないってことを分ける。だから有意識で見せた世界は本当は自分の姿なんだけど自分の姿じゃないと思うから、ね、
この世界に対して私たちはさまざまな感情を受けるわけ、ね、ただと思ってるから、その起こしたそのただと思って起こした感情こそ自分が見えている姿なんです。だから私たちは目には目、歯には歯っていうふうに、思ってるわけですよ。例えば攻められたら攻め返す、攻撃されたら攻撃し返す、無視されたら無視し返す、ね、のけものにされたらのけものにし返す、やられたことを返すんです。なぜかって言ったら無力感をそうさせるんですね。されたことに対して一方的に受け続けていると自分は苦しくなってくるから、自分がされたことを人に対して返すことによって心を安定させようとするんです。だから他に対してそれを返すので、返したものがまた有意識を通して見える、見えたらまた同じものを返す、これによってもう安定多数を占めるわけです、私の心の中でね。悪い感情ですか？あ、そう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 。だって無視されたら無視し返すんでしょ。無視し返したら荒々しく中にそれが溜まって無視されているように世界が見える。だから力入ってくるものがそういう方向になるように動いてるっていう。そう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 。いやだから結局そういう方向っていうかね、いや溜まったものっていうのはもうその一つの固定化したものが入ってきてるから、つまりそう、そのように見えた、そのようにやり返す、やり返したら世界がそのように見える、そうするとどん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 こう増えていくわけ、その部分。同じものばっかり、同じものが入ってくるわけ、だから固定化されるわけですよ。たまに良いことを思ったとしても良いことっていうのは世界にほとんど反映されないわけ。なんで？あ、少ないから。少ないからですよ。たくさん入ったら、たくさん入ったらそれは変わりますよ。良い感情しか起きてきます。なんか難しそうね。だけどもうすでにこう悪い感情が半分以上占めてしまったらですよ、良い感情なんて起こせないわけです。だってもうすぐ出されちゃう。そう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 。だってもうこれが何回も何回も繰り返されてるからね、ものすごい勢いで繰り返されてるので、だから毎回毎回選挙が行われてるようなもんなんですよ。一瞬一瞬で選挙が行われてるわけ。刹那滅って言われてね、これはいわゆる入って世界を見せる、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 入って世界を見せるっていうことですから、毎回毎回選挙が行われてるようなもんなんです、心の中で。それをこう何回も選挙をしてですよ、落選しない心っていうのは安定多数の心でしょ。絶対選挙でもあんまり変わらない。そう、選挙で変わらないわけです。少数政党っていうのはね、たまに起きてくるけど、ね、自分を変えよう会議とかね、善をしよう会議とかね、そういうのはこう政党として起きてきたとしても、こう毎回こう、ね、切な滅のこの選挙においてね、とどまっていくことができないわけ。ね。安定多数を取るっていうのは大変なことなんですよ。だからこう何回も選挙をしている間に大体こう同じようなものが残るようにできてるんです。だから念っていうのは基本的に作られたら、その固定化したらですよ、それがずっと続くんです。なぜかって言ったら、入ってくるものと見せてるものが変わらないし、見せてるものの対応が変わらないから、だから同じようなものが常に入り続けてきて私の運命を作り上げていくわけです。同じところに呼び返る。そう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 。だって同じところに、ね、違うところに行ったとしても見える世界は有意識だから、世界の果てに行こうが地球の裏側に行こうが見えてるのは有意識の世界なので、その有志の世界をどういうふうに見てどういうふうに反応するかっていうことが決まってしまえば、ね、もう私の心の中の世界は固定化されるんです。安定するんですね。だから私が見えている世界っていうものは私の姿なんだっていうことに気づかない限り、これマナ式はそう見せないんだけど、それに気づかない限り私の心の世界を変えることはできません、ね、そのいわゆる私の
この有意識の世界は私の姿なんだ、つまり見えている世界は私の姿なんだっていうことが分かったことを、ね、仏教では少年っていうんです、ね、少年、八正道の中の正見、正周囲、正後、正後、正明、少年と言われているのはですね、この有意識の世界を正しく知るってことです。正しく知ることができればこの念を変えていくことができるわけです、ね、変えていくことができるっていうことは自分を苦しめているものを心の中から排除させて、ね、自分を幸せにするもので心を満たすことができるつまり自分を苦しめているものを心の中から排除していく作業を正常っていうふうに言うんです、ね、だから少年ができて初めて正常という心が穏やかになる、ね、穏やかになるっていうのは結局自分がやった行いが見えるので、その見えたものに対して、ね、正しい念を起こすわけです。正しい念を起こすってことは、これは他ではなく自分なんだと思って、対応すると返ってくるものが自分を苦しめるものではなくなるわけです、ね、有意識が分かると、見えてる世界は自分の姿なんだっていうことが分かるから、その見えた世界に対しての対応が変わると未来の自分が変わるんです。ね、何じら過去の因を知らんと欲すれば現在の果を見る。つまり今の見えている有意識の世界っていうのは過去の自分の姿なんですね。ね、過去の因、過去の因、ね、過去の因、過去やってきたことが現在の有意識となって見えるわけです。つまり有意識は何を見せているのかって言ったら今までの自分の姿を見せている。だから人が無視しているように感じるならそれは自分が無視してきたんですよ、ね、人のことを迷惑だと、うん、その人が迷惑じゃないかと感じてしまうならそれは人のことを迷惑だと感じてきたんです、ね、また自分が責められているように感じているならばそれは人のことを責めてきたわけだし、それは自分の姿なんです。だから目の前にいるのは時空を超えて過去の自分が目の前にいるんですよ。人に見える姿は過去の自分なんです。その過去の自分に対してどう反応するかが今度未来の自分を生み出すわけです。それは過去の自分だなっていうふうに正しく見ればいい。正しく見ることができればそれを少年と言って、ね、正しく見ることができれば少年ですから、これは過去の自分なんだっていうふうに見れば、うん、そう、過去の自分なんだっていうことを見れば、うん、その見れることを見ることができればね。だからそのために少年をするために必要なものが念仏なんです。この仏っていうのは何かっていうと、仏っていうのは自分を客観的に見せる力のことです、ね、だから私のことを映す光なんですね。光を念ずることによって有意識が分かる、有意識が分かるから少年ができる、ね、だから少年をするために念仏が必要なんです。客観的に見る、客観的に見るっていうことは、いわゆる今の自分の姿がですね、自分の過去の姿なんだっていうことが分かるわけです。まあそれは聴聞によって分かるのは、聴聞が私にとっての念仏になるわけです。そしてその自分に対しての対応が変われば未来が変わるわけです。
だから自分の姿っていうのは一瞬一瞬見せてくれているので、見せてくれている一瞬一瞬の対応を変えていけば、未来の一瞬一瞬のね、未来の自分が変わっていくわけです。だから整理できてないままずっと来ているんだったら、それを変えていったらいいっていう、はい、整理をするっていうのはあくまでもこの自分を受け入れやすくするわけ、整理をしてないときはもうこれは固定化されるわけですよ。もういわゆるずっと、はい、物が溜まりっぱなしみたいな、そう、いわゆるこの今の自分の、過去の自分に対して行う自分の姿がですね、固定化されてるんです、だからもう 常に反射的に同じことをするんです。過去の自分に対して同じことをする、過去の自分に対して同じことをするので、この大きな流れが、まあ、いわゆるルテンリンデという同じことの繰り返しになってしまう。で、私たちは苦しくなると、さらにこの因をもっと多くしようとする。多くしようとするというのは、この中に占める割合がさらに大きくなる。で、大きくなると、さらに苦しみが増すから、もっと大きく行動しようとして、心の中がそれだけで埋め尽くされてしまう。そうすると、もう苦しみの世界が出来上がる。念仏って言ったのは聴聞と念仏っていうのは、自分のこの因果の道理ですね、これを正しく知らせてくれるものを念仏って言うんです、仏っていうのは、これは私のことを、私のこの、まあ、有意識を正しく知らせてくれる力を仏って言うんです。だから阿弥陀仏イコール光明だ、阿弥陀仏イコール知恵だと。知恵っていうのは因果の道理を知らせてくれる知恵なんです。その因果の道理を知らせる知恵の働きによって因果の道理が分かるわけですね。因果の道理が分かると、ああ今見えている姿こそ自分の姿なんだっていうことが分かるから、それに対して自分なんだと思って行動すればいいんです。自分なんだと思って行動すると未来が変わるんです。ね、それによって、この因が変わるから苦しみが消えるわけです、症状っていうことで苦しみのない世界に出れる。これが八正道という教えです。なかなかその有意識というものがその場ではすぐわからない。だから有意識というのはなかなかわからないからこそ、聴聞をしていかないといけないわけですね。聴聞をこまめにしていくことによって、ああこれが真理なんだなっていうことを知らせていくわけです、心の中。それがどんどんとこう聴聞を重ねていくと、見えてくるようになるんです。いや、見えてくるようになるんですかではなく、聴聞をしていくと種が変わるんですよ。その種は未来の自分を変えるから、つまり、ああこれが自分なんだっていうことが分かって、そう思って種をまいたならば、まいたことがその世界、次の世界に反映されるわけ。その場で分からなくて、かなり時間を置いてから自分だったなって思った時でもいいわけです、ね、それは思ったのは、そういう種をずっと積み重ねていった結果なんです。つまり今思っている大きな種に対し、有意識なんだと思うのはほんのわずかな種なんです。それをちょっとでも種を入れるとね、世界に反映されるわけ。世界に反映された時にまたさらに種をまいていかないといけないわけ。こう続けて種をまいてきたものだけが有意識に反映されるんです。だからその流れの中で一個だけ入れるんじゃなくって、ちょっとでも次々入れていかない。そうちょっとずつでも入れていかない。だから聴聞っていうのは一回だけ聞くっていうのが、聞いただけでは意味がなくて、もうずっと続けて聞いていくという習慣が必要なんです。続けて聞いていくことによって種を
ね、次から次へと入れていくことができるんです。その積み重ねによってある時はそうなんだと感じることができるんですね。だからそうなんだと感じたのはそれはその時分かったわけではなくて、その荒屋敷の中に溜めていった種の蓄積によってある時そう気づけるようになっただけなんです。だから過去ずっと聞いてきた蓄積がそうさせるんですよ。だから続けてきたものだけしか私の運命に関係するものはないんです。だって全部出ていっちゃうから、ずっと溜め込むこと、だから10年前も20年前も30年前もね、100年前の種も溜め込むことができるならね、どっかで私たちは良い心が起きるんです。ところがこれは流れていくシステムなので、続けていったものしか残らないんです。悪い感情しか続けてないのね。そう、悪い感情しか続けてないので悪い感情はずっと残りですね、良い感情は消えていくわけです。だから私の心をよく変えようと思ったら、その良い心になるところまで続けていかないといけないんです。そう、そこで、最も私を悪く悪い心に変える一番の原因はこの眼識なんです。いわゆる、自分が見えている世界をただと思わせているから、だから対応がまずいわけです。このいわゆる、ガタピシの心を起こすことを仏教では邪見っていうふうに言ってですね、その邪見から邪念が生まれるわけです。あれは俺じゃないみたいな。そう、あれは俺じゃないっていう。これはただのものだみたいな。そうそうそう、そう思ってね。だからこれはお金、俺がお金を稼いだんだからどう使おうが金関係ないだろうと。ね、このお金を自分だと思ってないわけですよ。だから何でも思い通りになる。ものだったらね、これは他なんだというふうに思わしてね、これは邪見。そして、念ができる。間違った念ができるわけですね。つまりこれはただと思って行動するという念が出来上がるわけです。ということは人から責められてるように感じるから、そうそう、他の人よけ恨むけど、うん、実は責めてるのは自分。そうです、そうです、だから邪念によってね、少年に対して邪念、小っていうのはこれが自分なんだということを正しく知ってで行動していくことが少年ならば、邪念っていうのはそれは他なんだと思って行動していくことを邪念っていうんですね。それをさせるもとが邪見が眼識なわけ。ガタピシの心がガリガリを生み出すわけですね。他に対して冷たい行動が出てくる。他に対して、傷つけていく言動が生まれてくる。それは自分じゃないと思うから、それを仏教を聞くことによって、いやいや因果の道理なんだ、因果の道理っていうのは結局ね、私たちが今まで聞いてきた因果の道理っていうのは今まいた種がね、はるか未来に結果が出るように思ってるんですよ。で今やってきた結果っていうのははるか過去の前まいた種が返ってきたように思うんです。だからやる気が起きてこないんです。今やっても結局根性に現れないんでしょっていう質問になってくる。死んだら地獄に落ちるから、まあ、やっておかないといけないとかっていうふうに思うんです。でも本当の意味の因果の道理っていうのは、いやもう本当にごく最近なんですよ、蒔いた種。まあここ1週間ぐらい蒔いた種なんですよ、大体。ものすごい勢いでこれ入って出ていくからね、刹那滅が刹那刹那に入っていきますので、1日蒔いたらものすごい量なんです。1週間だったらものすごい量になりますから、だからそんなにたくさんの量を溜め込んでおくことはできませんので、ね、だからここ最近の種まきが見えてるんです、ね、見えてる。それに対して同じような言動を取るので同じような世界ができて固定化されていくわけです。
だからここ最近が結果を生み出すから、ここ最近何かね不安なことがあるとどんどん世界が歪んでいくんです。じゃあもうすぐ歪む、すぐ出てくる、すぐ世界に反映されます。不安なことが起きて、その不安に対して行動することが間違うとね、もうどん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 世界が苦しみに変わる。非常に最近のものが世界に反映されてるんだなってことを分かっていただく。そういうふうにおかしくなってしまうのは、うん、本当にちょっとしたことでおかしくなるし、うん、ちょっと修正すれば、そう、すぐ良くなる。そう。だからそれだけ私たちに入ってくる荒屋敷っていうのは、刹那水ものすごい勢いで入ってくるし、ものすごい勢いで出ていくからね。いいものを入れていけばどんどん変わっていくし、悪いものを入れていけばどんどん悪くなる。心がこうコロコロ変わるっていうのはそういう、あ、そう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 、心がコロコロ変わるっていうのは、見える世界がコロ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 変わるわけ。そうするとこう休みの時にこうリフレッシュしたっていうのもすぐ変わるし、うん、またこう忙しくなるとまた反対に変わる。あ、そう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 、リフレッシュ、今日日曜日だと思って休んでも、月曜日やったら、うん、日曜日楽しかったのってもうすぐとか言った。そう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 。それは心に入ってくるこの念の種まきが変わるから。あ、そうです、変わるからその種まき自体が休みの時も忙しい時も、うん、種がいい種であればどっちも楽しい、うん、あ、そうです、はい、うん、そうそうそう。結局その、うん、私たちは仕事の時にも我慢することが多くて、それを休みの時に、ね、全部こう思いを通してね、楽になろうって気持ちがあるどっちもやってること同じだ、ね、それを思いを通したら今度会社に行くと思いが通されているように感じるので、ね、また苦しくなると、うんうん、結局自分がやったことが未来に反映してくるんですよ。今リフレッシュして楽しいっていうものはね、休みが短いからなんですね。休みがね、例えば1ヶ月ぐらいになると自分が思い通りになったっていうものが返ってくるからね思い通りになったっていう、その、うん、やってきた、ね、最初にこう休みの序盤にやってきたことが休みの中盤だってなると返ってくるからね。どんな風に返ってくる？いや、もう毎日つまんないなとか、なんか不安だな、落ち着かないなとか、めんどくさいなとか、動きたくないなとかね、もう楽しくないんですよ。だんだん惰性になってくる。なぜかって全部書いてくるから。学生の時の夏休みがそうだった。そうそうそう、長いから。これがね、仕事だと、いわゆる仕事が苦しいんだと思ってるわけ。そうじゃなくて、休みの時にうわーって発散したこれが書いてきてるだけなんですけど。だから覚悟して種をまかないといけないんです。やったーと思ってね、やった行為、あ、これで未来苦しむんだけど、まあいいか、あ苦しむけどまあいいか、苦しいけどまあいいかで、苦しい結果がやってきた時に、あー、やるんじゃなかった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 と。じゃあ仏法は毎日聞いた方がいいんですか？仏法はね、毎日聞いた方がいいですね。仏法はその、うん、因果の通りに気づかせてくれるから、これがいわゆる仏法の最大の教えなんですよ。この因果の道理というのはね、このために全ての教えが、これを気づかせるために全ての教えがあるわけです。休みの日に仏法を聞くっていうよりも毎日聞いた方がいい。そうですね、毎日聞いた方がいいですね、本当は。本当はただそんな毎日ね聞けるような素晴らしい環境の人はですよ、布教師だけです自分を言ってるから、ね、毎日これ仕事ですから毎日解くことによって毎日健全な心で出る、ね、聞いてる方々は結局自分の時間を作らないとね聞けないし、で聞かない間は大体ここ心が、ね、曇っていってね、もうろくでもない人には分かる疲れたそうそう、でそのろくでもない種が地獄、未来苦しめ合わせるわけですね、うん、
これが因果の道理ということで、そんなに結果が出るのは遠くないですから安心してください。ただ本当に結果が出るまではちょこっとやったから終わりっていうんじゃなくて、続けてやっていかないといけない。その続けてやっていくことを学ぶために植物を育てたりとか、何事もそうなんだよと、続けてきたものだけが結果になる。私たちはこうあんなにやったのにって思うね、頑張ったことに対してあんなにやったのにって思うけど、頑張っても途中でやめてしまったものは全部これなくなっちゃうんです。枯れちゃうのね。そう、うん、それを植物を通してね、植物を育てることによって学んでいただきたいわけです。続けてきたものだけが実を結ぶんだ。途中で、水をかけるのやめたって言ったら枯れてから水を入れてもダメなんです。もう一回種からやり直さないといけない、もう一回一からやり直さないといけない、ね、それが私の運命を変えていく方法なんだ。私の運命というのは私の日常生活が決めるんです。その時間をどう使うか、ね、どのように、感じてどう対応していくか、それによって運命は変わっていくんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと休憩をします。